サッカーと野球が両方とも日本に押されていると言われています。二大競技の日韓戦に対して韓国人は嘆きます。いつも感情的に接するが、最近のワールドカップとワールドベースペースボールチャンピオンシップ、二つの大規模スポーツの状況について触れます。昨年11月のカタールのワールドカップではサッカーの日本代表が競合チームを倒して世界から注目を浴びました。一方、今年3月の第5回ワールドベースボールクラシックでは野球の日本代表が世界一に輝きました。 韓国の中世日報紙は最近はサッカーと野球の両方で日本が押されていると報じています。カタールワールドカップでは日本代表はベスト16に終わりましたが優勝経験のあるドイツ代表やスペイン代表を破り世界を驚かせました。また今月の3月10日に開催された第5回ワールドベースボールクラシック1ラウンドで日本は韓国に13、4で大勝利し勝ち上がり世界一のトップに輝きました。 記事は野球とサッカーの2種目が国民の熱狂的な関心を集める国は韓国と日本がほぼ唯一だと文化的な観点で触れています昨年のカタールワールドカップでは韓国は運よくベスト16に入りましたが日本に比べるとパフォーマンスが劣って国民を不満にさせることがありました今回のワールド・ベースボール・クラシックでは韓国は日本に4対13で大敗しました韓国はいつも日本に感情的に接する傾向がありますが 試合をすると失望する結果が出ましたと報じています。世界大会の結果を見ると、サッカー、ワールドカップと野球、ワールド、ベースボール、クラシックの両種目でベスト4入りした国は韓国だけで、特別なことと自慢するに値する。ところが最近になっては、サッカーと野球の両方で日本に押されていると記され、二大スポーツの現状に対して嘆いています。日本と韓国の比較は意味があるのでしょうか両国の目標が異なります。 日本は世界で勝利することを目指していますが、韓国は日本に勝利することだけを目標にしています。日本はフェアプレーを重視し、互いにリスペクトするような試合を目指しているように感じます。一方、韓国は勝利するためには手段を選ばず、勝った場合は相手を見下し、負けた場合は自国の選手に対して非難の渦と責任転嫁のみという印象が強いです。目標もプレイスタイルもリスペクトの意味も異なるため、比較する意味はあるのだろうかと思います。 野球に関しては世界的に見て日本は強いと言えます。しかしサッカーに関してはようやく状況によっては強国に勝つことができるようになってきただけで、それも3年後はどうなるのかとも思います。このような状況で野球にしろサッカーにしろ、韓国との差や対戦成績をあまり気にすることは仕方ありません。そのようなことをいつも気にするある側の様子も含めて、あまり付き合いたいとは思いません。野球に関しては最初から日本の方がはるかに優れていました。 代表チームは国際大会で何回か負けたことがありますが、現在でも NPB、日本プロ野球と KBO、韓国プロ野球を比較することはできません。一方、サッカーは逆に韓国が長い間負けていましたが、この20、25年間で立場がほぼ逆転しました。ACL、アジアチャンピオンズリーグに関しては一概に言えませんが、現在の代表チームや国内リーグでは間違いなく日本の方が上です。まあ、日本と韓国は近い国であり、 歴史的なこともありますので、負けたくないと思うのは理解できますが、日本にばかり目を向けていることは仕方ありません。韓国がサッカー、W 杯と野球、WBC の両種目でベスト4入りした国で唯一であり、誇ることに値する。しかし、最近になっては両方の種目で日本に押されている。2002年の W 杯ではポルトガル、イタリア、スペインを倒してベスト4に入ったのは事実ですが、その後のことは世界中が目撃していますので。 誇ることは恥ずかしいことですが、恥の概念がないようなので仕方ないと思います。その後は日本と同様にベスト8の壁に阻まれている現実を正確に見据えることが大切だと思います。日本は結果に満足せず、課題を発見して真剣に取り組んでいます。一方、韓国は過去の栄光に溺れ、常に日本と比べて不満を漏らしています。このようなことを改善しない限り、日本に追いつくことは難しいと思います。野球に関しては日本がもともと優位。 代表チームも国際大会で負けた経験はあるが、今なら NPB と KBO と比べても明らかに日本の方が強い。一方、サッカーは過去は韓国の方が強かったが、近年になっては日本の方が圧倒的に強くなっている。韓国は過去の栄光をもとに、今でも日本に比べて不満を持っているが、ラフなプレーを止めない限り世界からは評価されないであろう。ワールドカップ W 杯とワールドベースボールクラシック WBC、 ににおいてベスト4に入った国国はは韓だだけととと自慢すすることは奇妙だと思われます世界中から批判を浴びても結果が良ければいいという考え方があるようです通常恥ずかしい思い出は忘れたいと思いますがこのようなことに対する価値観が異なると感じられます WBC でも大谷翔平やヌートバーグを怒らせたのは韓国だけです友好的な大会でありながら敵意を示したり結果にだけこだわっているような振る舞いは許されません価値観が大きく異なるため 付き合いにくいと思われます。韓国が日本と比較すること自体は理解できます。体格、人種、歴史、人気など類似する点が多いので、他の国と比較しやすいという点はあります。しかし、韓国のメディアの書き方が悪いのか、訳し方が悪いのか、いちいち鼻につくような表現しか使わないというのは理解できません。唯一、ベスト4入りした国は韓国だけというように、露骨に過去のことを持ち出して自慢するようなことが多いです。 日本で同じことを言うには過去には両競技においてベスト4に入った歴史があるのにどこかに行ってしまったのかという自虐的な表現を含ませるような記事が多いですこのような違いがあることが日本人がいちいちストレスを感じてしまう理由だと思います WBC のトップに立った日本は世界ランキングでもトップチーを維持しました1ラウンド敗退で4位から5位に転落した韓国は辛い結果を味わわされたと悲しんでいます一方韓国は5位から4位に転落 WBC では1リーグ敗退となり、悔しい結果を残したと嘆いている。一方、韓国は WBC での不幸な結果により、5位から1つ順位を落としました。同国のポータルサイト、MT によると、韓国は2016年12月31日の時点で世界ランキングで3位にまで上昇しましたが、その後、2021年12月31日には4位になっています。このランキングの発表により、5位に転落したと同メディアは報じています。 韓国球界はこの WBC の不幸な結果に悲嘆に暮れています。同ランキングは過去4年間の国際大会の成績をもとに、優柔に代表から社会人代表までの各チームのパフォーマンスを評価しています。しかし、同記事によれば、韓国は2023年の WBC での成績不振が順位を下げる要因となったと綴られています。同記事は、今回は14年ぶりの準決勝進出を目指して挑んだ韓国だが、2013年と17年に続いて、 今回も1ラウンド敗退という悲しい結果にあったと嘆いています。今回のワールドベースボールクラシック WBC で優勝した日本は1150ポイントの追加を得ました。一方、韓国は621ポイントで止まり、合計4049ポイント。台湾は1ラウンドのグループ A で5位を終え、242ポイントを獲得しましたが、韓国はそれに12ポイントも届かず、5位に順位を落としました。日本はプレミア12、東京オリンピック、 2023WBC の3大会で世界大会の優勝を連続で果たしています。また、育成年代の世界大会もポイントになりますので、A 代表の成績が良くなくても、若い世代が好成績を残せばポイントは稼げます。逆に、中南米のいくつかの国では育成年代の試合での勝敗にこだわらないため、世界ランキングに反映されるよりも A 代表の実力が高いと言えます。このため、韓国が5位に止まっているということは、 実際にはもっと低い順位である可能性があります。アメリカ、プエルトリコ、メキシコ、ベネズエラ、ドミニカよりも強いとは思えませんし、カナダ、オランダ、キューバといった国とのリーグ戦でも負ける可能性があります。この世界ランキングは U12 や U15 などの大会成績も考慮されているため、トップチームだけでなく育成年代の成績も関係しています。とはいえ、韓国のトップチームは時期以下が妥当とされると考えられます。 いつまでも日本と同じことを言い続け単に反日感情からテコンドー野球をするということはレベルアップすることはありません今回の世界域ランキングを日本が守り抜けばと願います各国間の接触は大変友好的なムードで進みましたが大谷選手への危険なボールとヌートバー選手への支球プロの選手であればそれが恋なのかどうかは分かりますが明らかに恋に投げたボールが原因でその2人が相手投手に対して怒りを表したことは間違いありません 韓国は、この大会全体がスポーツマンシップに従った友好的な雰囲気だったことを理解できないのか、またはそれを気にしないのか。勝敗や順位にこだわる前に、自国だけが敵対心を持っていたことを反省することが大切だと思います。別の記事を読んでいましたが、韓国の高校野球チームはたった88校しかないようです。一方、日本の高校野球は4選校の中で上位40校程度が毎年2回対戦するため、常に向上心で競い合っています。 これだけ多い野球経験者や愛好者がいるからこそ、日本の野球界の足腰は非常に強いものになっています。韓国の野球は少数の選手をエリート教育することで作られていますが、日本の野球界の方が足腰が強いのは当然だと思います。また、日本の野球歴史も長く、ベーブルースも日本で試合をしたことがあると言われています。野球は国技と言っても過言ではないと思います。長い間野球を好きで、世界で強い日本と、 国のプライドを満足させるために上位でありたい韓国。どちらがより強くなるかは結果が分かりそうなものだと思います。日本と他国を比較することはよくありますが、同じスポーツマンであっても考え方や方向性は全く異なります。日本や他の国の選手は自国のために世界で勝利することを目指しています。もちろん、相手に対するリスペクトも忘れません。一方で、あなたたちはこれとは真逆です。相手を見下し、勝利した際に自分たちを高く上げ、 負けた際に自国を背負って戦った選手に対して、激しい貶め言葉を浴びせかけ、言い訳や責任転嫁をすることが日常茶飯事です。相手にも自国の選手にも、リスペクトすらありません。毎回、いかなるスポーツにおいても、不快な態度や言動がニュースになるような人々が、日本や他国と比較されていること自体が、何も理解していないことを示していると思います。正直に言えば、気の毒になります。